はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はリクエスト動画を、撮っていきたいと思います。ちなみに今映しているのは、久しぶりにね、娘とスイーツデコを作りまして、今回はですね、ケーキ風にしてみました。あと、ペットボトルの蓋に紙粘土巻きつけて、で、一回ニス塗って、その上に、デコをしました。で、ちょっとケーキ風にしたかったので、ちょっと飾り付けた後に、これお菓子のやつなんですけど、ちょっとキャラクターを切り取って、ちょっとね、飾ってみました。どうでしょう？ちょっとね、ペタペタ貼ってるのは娘がやってるので、まあ、アンバランスな部分は多々あるんですけど、一応なんか、高さとかも全部変えてね、作ったので、こんな感じです。一応なんか機会があればプレゼントとかにも、また企画とかでこういうのをちょっと入れようかなと思っていますが、とりあえずこちら一回下げますね。で、今回のリクエストは、プリパラとアイカツの好きなコーデを教えてくださいっていうことだったので、まあ、ちょっと簡単になんですけど、ご紹介しようかなと思います。そうですね、プリパラは、まず、今一番、そうですね、フォースライブのコーデですと、ちょっとね、まだ揃ってないんですけど、熊さんもふもふコーデでしたっけ？今日、私が住んでいるところではアニメが、放送されて、それで、あじみちゃんがね、着てたコーデなんですけど、ちょっとね、なんか、クマさんがいっぱいついてて可愛いなと思って、ただまだ揃ってないので、ちょっとね、こちらだけはね、ちょっとどうにかして揃えたいなと思ってるんですけども、あとはですね、そうですね、私、個人的に好きなのは、前、本当に欲しいなと思っていて揃ったの、ちょっとご協力していただいて揃ったのが、狼さんのリトルピクニックコーデが結構ね、好きですね。また最近着れてないので着せたいなと思ってますね。あとは、ミルコレはこの辺ですかね。この、ミルキーベリーマジックワンピ。ちょっとハロウィンっぽいのが好きです。あとは、このミステリアスウィッチコーデも好きですね。まあ、この時期的にはすごい着せやすいので、はい。ちょっとね、こちら多めに着せてプレイしたいなっていう気持ちあります。あと、こちらですね。ドラマティカルムーンコーデも好きです。ちなみにこのブロッサム側のコーデを持っていないので、はい。本当に、ちょっと羨ましいなと思ってる限りなんですけど、こちらのね、友知家なかなかなくて、お揃いで着せる機会がちょっとないので、もしよろしければ、こちらの、まあ、色違いでも大丈夫なんですけど、友知家交換してくださると嬉しいです。あとは、ちょっとソラミスマイルの、あと、サイリウムコーデは、こちらチャオさんからなんですけど、結構こちらも好きですね。そうですね。こちらも好きです、私。フォーチュンパーティーのツインギンガムシグナルコーデ。こちら今多分再録でレアっていう形で色違いとかもコーデ出てるので、ぜひこちらもね、揃えたいなと思っています。あとはですね、ロニーのコーデも一時期ね、すごいよく着せてましたね。ロニーのこちらのロニーアワードリボンビジューコーデ。も好きです。ピンクのシューズがワンポイントでね、このロニーっていうアワードなんですかね。この肩からかけてタスキもね、すごい可愛いなと思っています。あとは最近よく着せるのが、そうですね。やっぱり今よく着せてるのはコーデ揃わないのに着せてるんですけど、サイリウムコーデですね。はい、シューズね、サードライブまだプレイできるので、ちょっとね、狙っていきたい気持ちはあります。こちらも、マジョッコファンキンハロウィン、ワンピは
あのポップ様から提供していただいたので、こちらもね早く着せてハロウィンコーデね揃えたいなと思っておりますね。という感じで一応、プリパラの私の好きなコーデを紹介しました。次にアイカツですね。アイカツはですね、まあ今商談2014年、2015年、2016年、4年目に入ったので、まあその年代から一つずつかな、まあ一つ二つずつコーデあげたいなと思ってるんですけどもすいません、初段はちょっと私手元に今 なくてちょっとねトレードで、あのちょっとこの後譲り受ける予定なんですけど、水木様のラブクイーンのプレミアムコーデですね。一番最後の、名前が出てこないな、スターライトクイーンを決めるときにいちごちゃんと、水木さんで決勝戦をした時の、あのプレミアムのコーデがすごい好きで、今回のそのトレードしていただいた方がいて、そちらのコーデを一式譲っていただけることになりまして、本当にね貴重なカードなんですけど、本当にあの嬉しくてですね、はい、あの届いたらねまたご紹介したいなと思ってるんですけど、でそれと一緒にいちごちゃんが着ているスティーバー、スティーバーだってごめんなさい噛みました、スターフェスティバルコーデもすごい大好きです。でこちらのコーデはですね、ちょっとあの持ってないんですけど、オリジナルカードで作っていただいた方に譲っていただいたので、まあ着せる機会があったら着せたいなと思ってるんですけども、本当にそちらのまあそのアニメのシーンもすごい好きなので、まあそういうのもあるんですけど、はい、初段のカードはね結構そのコーデが好きですね。で、2014年コーデは本当に最近カードが揃ってウハウハなんですけども、こちらですね、いちごちゃんのカードですが、こちらですね、エンジェリージェミニコーデですね。セイラちゃんとの、双子座コーデなんですけど、やっぱりね、いちごちゃん大好きなので、こちらね、本当に、最近ね、本当によく着せ、マイキャラちゃんに着せています。本当にね、この娘がやっぱりピンクピンク大好きなので、このピンクピンクしてる感じがね、またいいなって思いますね。あと2014年シリーズは、そうですね。2014年初めてプレイして、初めてレアリティ、レア以上のカードを出したのが、WM のミクルちゃんのサイン入りのカードなんですけど、ちょっと今奥にしまっちゃったので、ね、本でご紹介しますが、こちらのキャンペーンカードなんですけど、サマーで、ミラクルドレスのサイン入りのカードをね、排出したんですよね。で、こちらね、シークレットカードだったんですけど、すごいね、嬉しくて、まあ、そこからハマったっていうのもあります。で、結構私自身はビビットキスのコーデがすごい大好きなので、こちら結局ね、コーデ揃わなかったんですよね。シューズも出なかったし、アクセも出なかったし。でも本当に、まあ、アイカツを、本格的にっていう言い方もあれなんですけど、まあ始めたきっかけを作ってくれたのが本当にこちらのカードなので大好きですね。で、2014年シリーズはまあこんな感じで、2015年シリーズの中で、私が好きなコーデはやっぱりビビットキスですかね。こちらです。はい、クララキャドルコーデですね。あと、ピーターパンのコーデも好きなんですけど、ピーターパンのね、ひなきちゃんのコーデはちょっと揃わなくて。で、こちらは、自力配置とかトレードでコーデを揃えることができて、アクセサリーがなかなか出なかったんですけど、こちらも譲っていただいて、
無事にね、揃うことができました。はい。やっぱり私はビビットキス好きですね。はい。娘は、やっぱりエンジェリーシュガーかな。いちごちゃんが最近またね、好きなので。はい。こちら、かな。推しは、あとは、まあ、ドリーミークラウンもね、ちょっと、2015年からデビューして、こちらもね、ドリーミークラウンも好きですね。まあ、こちら映画でもらえるね、ドリーミークラウンのあかりちゃんのプレミアムですね。こちらも、本当によく着せています。そして、2016年シリーズが今スタートしていますね。で、個人的に絶対揃えたいなって思ったコーデがありまして、ノーマルなんですけど、でもね、ノーマルにしておくのが私的にはもったいないぐらいのコーデで、こちらの、ちょっと本で映るかな。こちらのね、ドリーミークラウンのこちらのコーデ。ティンクルベルコーデなんですけど、これね、ちょっと可愛いなと思って、ちょっとね、本当にノーマルでもったいないぐらいだなって私個人的に思ってるんですけど、こちらのコーデ今トップスだけね、配置できているので、あとはシューズとボトムスが揃えば、揃いますね。あと、キャンペーンなので多分揃うの難しいかなと思ってるんですけど、こちらの、ひなきちゃんのコーデ、お気に入りなので、まあ、一枚でも配置できたら嬉しいなって思っています。はい。ということで、なんかちょっとね、ダラダラになってしまったんですけども、今回は、プリパラとアイカツの私の好きなコーデということで、雑談みたいな感じになっちゃいましたけど、ご紹介させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント等ぜひよろしくお願いいたします。